皆さん、こんにちは。森口でございます。日本観測法よろしくお願いします。今日は10月の24日の月曜日。お題がこちら。 先行き期待の高い業界はということで話をさせていただきたいんですが今日はですね日本株が終わったばかりの状況をお届けするということがどうしても難しそうだったのでちょっとですね先行的に先取りでちょっとやらせていただきたいなというふうに思っております明日からまたですね日本株が終わったばかりの振り返りっていうのを入れさせてくださいよろしくお願いしますで今日は日本の景気指標を見ながら先行きを確認する2つの経済指標日銀短観の景気オッチャー調査について解説が入れられればと思っておりますよろしくお願いします ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時でやっております。今日はちょっと番外編です。えー、明日からまたやっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、早速見ていきましょう。2つの経済指標についてなんですけども、それが日銀短観と景気オッチャー調査ですね。最新のものが日銀短観10月の3日に発表になっています。また景気オッチャー調査が10月の11の発表です。この2つの指標は何かっていうと、両方ともアンケート調査なんですが、 ちょっと対象が違うんですね日銀短観っていうのは社長さんへのアンケートだし経験者調査っていうのは現場の人間 例えばハローワークの人とかタクシー運転手とかコンビニの店員とかそういった現場の人間へのアンケートになっていますだから社長さんどう考えてるかなっていうのと現場の人間から見てどうかなっていうのを複合的に両方チェックしていくことっていうのはとても重要なのかなというふうに思いますまた日銀短観っていうのは3ヶ月に1回の発表頻度なんですねで3ヶ月分7、9月分を10月の3日ですから9月分まで折り込んだものが10月の3日かなりね先行的な指標というふうに言われたりもしていますまた景気落ち者調査に関しましては毎月 発表なんですすけども9月月分を第2週あたりにに発発表表とというこででで10月11日に発表してるんですねなんねな結構先行的先行性のあるそして先行きまで見ている指標ということですからしかも日銀単価3ヶ月に1回と重なってますからこれ3ヶ月に1回の大事な確認になるんですね是非皆さんも一緒に確認していただければと思いますでは見ていきたいと思うんですけどまずは日銀単価なんですけども、えー、詳細としてはこんな感じでデータが見れますで一応経済指標の発表ニュースみたいな感じで出てくるのはこんな感じかなとこれがいため .com で 見てますけどもでニュースで出てくるのは大体この四半期大企業製造業業況判断 DI っていうのが出てくるんですね。予想11に対して8とかね、えー、あとは製造業先行きというものもありますけども、まあ、予想11に対して9など、まあ、このような形で結果が伝わってくるわけですね。で、それが日銀単価の資料だとここに載ってるよということになってます。拡大してみます。こんな感じで載ってるということになってるんですね。 ただ、まあ、これは全体の指標ですから、こっちを使って見ていきたいと思うんですけども、ちょっとね、予想を下回ってしまった、またこっちですね、業況判断 DI、非製造業の方でもですね、予想を下回ってるということで、ちょっと先行き怪しいかなぐらいは、全体的には考えておいた方がいいかなというふうには思っております。で、非製造業の業況判断 DI のみは予想を超えているということですかね。ただ、やはり先行きの方はですね、えー、予想を大きく下回っていますので、ちょっと9月、 末時点、10月頭時点ではちょっとね、非監視されていたんだなっていう、そんな感じで捉えておいてください。で、加えてですね、こういうふうに業種で分かれてますんで、そこに注目をしていただくといいと思うんですね。これはまず製造業なんですが、製造業で先行きの方を見て、変化幅で見てます。これがとても大きくぶれたものが2つあって、1つは繊維、もう1つは自動車ですね。 は大きくてていて先行きっていうのはだいたい今後2ヶ月から3ヶ月先どうなのっていうそんな指標になりますのでまあ先行きに関しましてはこの2つの業界っていうのは結構明るいかもしれないで考えておいた方がいいかもしれません一方で木材とか石油石炭とかっていうのは 前回との変化がすごくネガティブに触れてます。なので、まあ、この辺もですね、まあ、銘柄を選ぶときの注意点としてぜひ押さえておいていただければなと思います。これが製造業の方ですね。で、非製造業を見てみると、大きく増えているのは対個人サービスと宿泊・飲食サービスですね。変化幅がプラスに触れているってことがよくわかるんじゃないかなというふうに思います。やっぱ今までコロナで苦しんできた中で、例えば水際対策が緩和されたりとか、あとは円安が進行していたりとか、まあ、それによる インバウンド期待が高まったりとかであとはコロナが 収まってきてリオープニング関連が盛り上がったりなんていう流れがここに現れてるんじゃないかなと思いますし先行きでこういう風に明るくなってるってことは今後も期待してるでさらにそこから政策が進んでる部分はありますよねもう北海道来てえ全国旅行支援っていうのを使ってますけども非常にやっぱ人気があるみたいでホテルすごく混んでますからねまあ、そこは注目をしてもいいのかなという風に思いますでもう一つ見ていただきたいのがですねここの日銀単価に出てる設備投資計画なんですよねこれが大きく上振れているってところはね注目をしてみてもいいのかなと思います。もちろん 日銀単価の中にもこのような形で載っている部分です、ね、になっていて、前回の計画3.7ポイント、えー、上回っているということになります。設備投資というのは将来の業績の成長を見込んでする投資というのもあると思いますし、まあ、あとはもうちょっとね、非製造業の方でこれが増えているということは、だから例えばキャッシュレス対応するとか、まあ、そういったものも含まれるんだと思うんですよね。えー、ですが、まあ、やっぱりこれは期待できる部分だと思いますし、あとは円安によって、あとはインフレが進行することによって、大きな金額を投資すること 投資し,しようという動きも活発化してますからえ将来的な業績の成長っていうのもね、えー、期待して見ていきたいところかなと思います目先23ヶ月ではないですよね設備投資ってなるともう少し先半年1年もしくは数年先を見ての設備投資だと思うのでそこはしっかりと見ていきましょうということですということで日銀単価から見える業界の期待というのが全産業において先行き予想に届かずということですから目先ちょっとね、えー、ネガティブに捉えてる感じがするかなというふうに思いますで製造業において期待できるのが繊維自動車ですね非製造業においては工事 宿泊飲食こういったところはですね結構有望なセクターに入ってくるんじゃないかなと思いますまた設備投資計画が大きく上振れていることから今後の決算っていうのにね要注目をしてみてください今後の決算っていうのが目先の決算ではないですよその先の決算とか予想とかそういったところに現れてくるんじゃないかなというふうに思いますなので、まあ、この辺今物色されてますけども今後の決算っていうのは今ね投資を頑張ってるところでそこはすごく今後今株価が下がってきたところがね有望になってくる可能性もありますので目先 とととちょっと長期とで分けて見て考え続いて景気ウォッチャ調査も見ていきましょう景気ウォッチャ調査の結果から見るとこんな感じでしたで実際にですねこれ50が好不況の分かれの絵なんですねで現状と先行きが出てくるんですけども共に50を割り込んでいるというのは、ね、非常に良くないことだと思いますまた先行きが50を超えている予想から50を割り込むという結果になったことも良くない結果だと思いますねそこはまず全体の感覚として捉えておくことはとても重要かなというふうに思いますでこの現状判断 DI をそれぞれこんな感じで分かれているんですけども見てみるとですね大きく回復したのがやはり飲食関連これはリオープニングの関連ですよね19.6ポイント改善しているということになってますここは注目かなと思いますまた50を比較的大きく超えているというところで言うと雇用関連ですよねは、まあ、50を超えているということですから、まあ、この辺が盛り上がっていたセクターなんだなってことがわかると思いますでも大事なことは現状ではなく先行きなんですよねだいたい目安3ヶ月先ぐらいどうだと思いますかっていうアンケートに対し しててて盛りり上上がががっっいいるるもももののの前回から増えたもので見ととやはり飲食サービスうきますなので、まあ、目先2、3ヶ月間を見たときには飲食サービスというのはすごく魅力的なんだなというところがあると思います、ただこういったものはですねもうすでに株価には現れているんですよね、つまり今、過熱感に注意しなきゃいけない、そしてそれが継続性があるのかっていうのを見極めていけなきゃいけないということになって でプラスですね雇用関連が50を割れるっていうのはちょっと怖いなというふうに感じてます。人材の流れに少し変化があるのかもしれませんし雇用関連も今まで株価上がっていましたからそういったところにはちょっと注意をしていただきたいかなという,ふうに思いますね。で、景況茶調査から見,て見えてくることは何かというと、まあ、製造業よりも非製造業の方が今盛り上がっているよということと飲食サービスがすごく好調だよということですね。一方で雇用少し足踏みかというところですので、まあ、その辺はぜひ抑えておいていただいた上でですね今後も飲食サービスの好調が続いて いいくくであれればその流れに乗っていくで今は製造業がちょっと落ち着いてるけども日銀単価も含めて設備投資計画がこう乗ってくるとですねまあそういったところも面白くなってくるんじゃないかぐらいはね押さえておいてもいいのかなというふうに思いますということで今日の動画のまとめです今日は日銀単価と景気ボッチャ調査のまあ見方的な部分も含めて解説をさせていただきました日銀単価っていうのは社長の声で景気ボッチャ調査っていうのは現場の声それぞれのアンケート調査ですから合わせて見れるとき3ヶ月に1回日銀単価見れますからね複合的に見ていくってことが とてもおす,すめです日銀短観では先行き懸念がちょっと強いなという感じでしたね繊維自動車宿泊サービスっていうのは今がとてもいいこれもからも少しいいよということになっていますまた設備投資計画が非常に上振れていることからいずれ業績に反映されていくというところですよね、まあ、長期的に見たらこういった製造業とかも注目かなというふうに思います景況茶調査もチェックしましたでやっぱりそこでも飲食サービスっていうのは先行きが明るいというふうに見てます10月分含む決算っていうのはね非常に注目なのかなと思いますでも結果が 出てその先行きがまた明るくない。 続くっていうことになっていかないと株価としては反映されていかないそこで加熱感を持って材料を尽くして売られるってこともありますからそこは注意をしておいてください足元低迷も買い時を探りたいっていうのが製造業とかねそういったところになってくるのかなというふうに思いますしまあちょっとねソックス指数とか半導体関連とかにも少し株価としては戻しの兆しもありますからそういったところはですね少し中長期的な視点で底値をつけたら買い時かなというところもね探っていきたいところかなというふうに思いますということで、まあ、日本株速報としてはねちょっと異例な形にな りりままししたたけどももこぜひぜひこうういいいっっととろも注目をててて見ていきたいというふうに思っておりますでは、今日もお知らせを入れさせてください。個別メ柄のとこ男とも分析するマガジン。最新記事、新日本科学を分析しております。CRO の会社で、今までね、CRO ってなんかこう、身近なテーマじゃなかったので、あんまりこう調べたことなかったんですがすごく面白い会社だったので、よかったらチェックしてみてください。また、同じプラットフォーム内でメンバーシップやっております。全く同じ記事を配信しているのだけなので、どちらかを登録してみてくださいね。また、書店購入キャンペーンも継続しておりますので、本屋さんで買ったよという方は、ぜひ、 こちらの概要欄の URL チェックしていただければと思います。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドバックボタンをまた明日以降もこのような形で日本株速報毎営業日の夕方5時配信で基本的にはその日終わった株価の振り返りという形でやっていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。